はい、おはようございます。えっ、ー、と、今日で、えっ、ー、と、今日で、えー、と108ですね。今日は12月の20日、20日ですね。108の積み木。8ね、108、20日ね、108の日目の積み木ですね。さしこちゃんです。始めたいと思います。 えーっと、じゃあ、まずはこちらですね。すごもりもりを超えて、えー、っと、こちら、昨日から宮崎店で、夕方はもう終わりまして、宮崎店ですごもりもりを超えてが開催しております。えー、っと、今日お休み、今日お休みですね。今日は休みで、明日ですね。明日21日、宮崎店で営業なので、えー、っと、開催ですね、こちらね。 で次が23金曜日24土曜日で26が最終日だからもう昨日もお伝えしたんですけど1 2 123455日しかなかないんですよね5日しかなくても昨日1日終わったんでもう4日あと4日ですねで今日がお休みで明日ですね明日は10時半から、えー、15時ですねよろしくお願いしますで次ですね次がこちらですねこちらが来年 1, あ1月1月ですね2023年の1月開催 ね、年明け最初はもう差し子と小銀転とこれがもう恒例になって6年ぐらいですね今回が6回目なので差し子と小銀転ですでね今日店長いると思ってお休みとかる一緒に差し子するかなと思ったんですけど店長いろいろ用事があるみたいでいないんですよだからねなかなか説明がもしかしたら説明なしで <laughs> ね説明なしでも 年明けに入るかもしれないですね。分かんないですね。ね。これは5日から日向店であります。ということです。<laughs> で、宮崎店も後半に宮崎店が18日からですね。よろしくお願いします。と、これももう今年があとわずかなので、紹介もあとわずかですね。一応、1月に入っては別のと思ってるんですけど、店主が、 用意して,するしてもらうタイミングまではずっと紹介しようかなと思ってます。えっ、ー、と、友武さんの白爪草ですね。これグレーですね。ね。よろしくお願いします。積み木のね、98と99回目の番外編で説明してます。98回目の方が店主が、店主と喋ってるので。 そちらをご確認ください。えーとで、えーと、これシーズン5、もう <laughs>、すいません、もう、もう終わるんですけど、シーズン5で、次がシーズン6が花束ですね。花束、だるまの花束という柄を指す予定にしてます。これも一応毎回お伝えしてます。えー、っと、じゃあ行きましょう。もう今日ね、終わるんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。 で、えっ、ー、と、昨日ですね、昨日はすいませんでした。もう、中途半端な <laughs>、中途半端な動画となってしまい、中途半端な動画の上に前編と後編分けたっていうね、まあ中途半端だったから前編後編に分かれちゃったって感じなんですけど、ね、しょうがない。<laughs> またね、時間が経った時にねあ、あの時実はっていう話ができればいいなと思ってます。<laughs> 昨日のね、動画にも後編の方でも、まあある程度ちょっと話をしてるので、まあ見られてない方はそちらを見てください。えっ、ー、とね、で、そう、だから昨日がすごい中途半端で、話音さんのコメントをね、紹介させていただいたんですけど、ちょっと中途半端すぎたなと思ってもう一回 <laughs>、紹介させてください。ね、昨日中途半端だったんでね。 だからもう3日前ですね。3日前にいただいた、話音のんきな手芸の話音さんからですね。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。ね、サシコちゃんは大変かもしれませんが、私は長い動画大歓迎です。ありがとうございます。えっ、ー、と、毎日のようにサしコをしている私ですが、やはり気分が乗らない時ってあるんですよね。ね、おっしゃってましたね。そういう時にサシコちゃんを見ていると、 なぜか刺すことさせることがあるんですとねありがとうございます嬉しい見てくださってで他の方の動画は刺し方動画や1回の動画で完成まで見せていたりするので私,かっこ、ね、かっこ私はこんな風にはできないって落ち込むことがありますとこれねまあ昨日言ったかは覚えてないけどこれ1回でね終わる人は、まあ、あれ編集してますからね 落ち込むというか、一回で終わったら、ね、すぐできたみたいに見えますけどね。多分時間は多少かかってますよね。でね落ち込むことがありますと。でも、サスコちゃんはマイペースで失敗したり、笑ったり、皆さんのコメントが聞けたりするのが心地よくて、と。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございますしか言ってない。昨日読んでるからね。えー、っと、 でどこだあそうでしたね。私はさしこちゃんと同じくらいのレベルだからかなと思ったりしてますと。これもだから昨日見たけどそんなことないですよ。<laughs> ないですよってちょっと強く言ったけど。たぶ話のさんの方がも上手ですよ。もうこれはもう本当にこれは <laughs> 誰がどう見てもっていうところだと思います。ね、でえー、っとその最後ね。で最後インスタ投稿を。 見る機会もあ楽しそうですね。で、この、これが終わった後ね。この積み木が終わった後ね。えー、っと、で、花束は年明けからね、気持ちを新たにスタートですかねってクエスチョンできてます。そうですね。花束はね、年明けからになるかもしれないな、かなって思ってるんですよね。インスタ投稿もう あ投稿というかその積み木ハッシュタグ「積み木」とか「チームさしこちゃん」でちょっと、ま、何回か前の動画で言ったんですけどそれをこう見,見て僕がこう感想というかあの普段全然見てないので <laughs> ねハッシュタグとかつけてくれると嬉しいと言っておきながら全然見てないのでやっぱそこをねやっぱ積み木が終わった時にはこう。 まあ、見れる範囲は見,見,見たいなと思うのでそういう会ができればなと思ってます。でも年、ね、末、ま、ね、年始ね、昨日みたいにね、急な、急な出来事 <laughs>、出来事もありますからね。で、こう、昨日も、昨日もこういうこと言ってたら電話が来たんです、店主でね。<laughs> 店主が電話が来てね。 天守だから一回止めるねって言って止めてでそれが中途半端になっちゃったって昨日ここまでは昨日と一緒 <laughs> もう今日は電話来ないはず、ね、ありがとうございます花音さんあの花四音さんで言うとね昨日だったかな店主がなんか花束を注文してくださったよってなんか聞きました店主から花音さんありがとうございます花束買っていただけて嬉しいです 一緒に刺しますよね。<laughs> ねっ、買ってね、刺さないっていうパターンもあるから、しばらくは刺さないかもしれないね。僕が遅いから。僕が終わる頃を、ちょっとこう、測って、刺し始めてもいいかもしれないですね。よろしくお願いします。えっ、ー、と、じゃあ次ですね。話音さん、ありがとうございました。で、こっからが、 新しく、ちょっと昨日紹介する予定でしたができなかった。仕事、や、はるこさんですね。はるこさんありがとうございます。こんにちは、こんにちは。これも3日前です。えっ、ー、と、インスタの方では、コメントね。ありがとうございました。いいえ、とんでもないです。もう逆に、逆にというかもう、メンションいただいて嬉しかったです。ありがとうございます。 えっと、サシコちゃんの昨日の配信を見ていて思ったのだけど、昨日だから、まあちょっと前かな。ね、先週の話かな。思ったけど、花束は斜めがない。あ、斜めの刺すのがね、という点において、ヤバネさんより簡単ですよ、と。ね。そう言いますよ。<laughs> <laughs> そうは言いますよ。でもね、見た感じすごい、あの、 大変そうよ。<laughs> ちょっとお姉さんみたいになったけど、大変そうよって言いましたけど、今。大変そうよね。<laughs> お姉さんになってますけどね。大変そうと僕は思うんですけど、春子さんは山根、山根さんより簡単ですよ、と。本当 <laughs> もうお疑い、お疑いの眼差しですよ、もう今はね。まだ始まってないからね。で別に、ひたすらまっすぐ刺すので、 えー、歪んでうまくいかないなどのアクシデントは少ないですと。ああ、その、だから、斜めがないっていう点ではね、そうって話ですもんね。斜めがないという一点においてだから、まあ、そこにおいては、こう、生地、生地がね、歪んだりとかっていうことはないけど、ないけどもですよ。<laughs> ないけどもの話。もう僕からしたら。ないけども大変なんじゃないって話ね。僕はね。 でマルコさんはアクシデントは少ないですとそうね <laughs> ちょっと今一回落ち着いたけど積み木状上にかかりそうな気がしてねちょっとだから差し方考えてますこの間もちょっとお伝えしましたがでみんなして脅かしすぎたかなとごめんなさいねってああまあそん、うん、ま僕は脅かされた <laughs> 僕はね、あの、刺し子が上手、上手な方からしたら、まあまあ、っどんな風に刺そうかなって思ってると思いますよ。僕は、あの、全然、全然、こう、こんな感じの刺し子なので、やっぱちょっと、不安、不安だらけですね。まあまあ、でも、刺しましょう。もう決めたんだから。決めたんだから刺すよ。ね、刺しましょう。 ありがとうございますよ、ね。まだ終わってなかった。で、ああ、間が空いて、えっと、もちろん私ももう一、あもちろんもう、私ももう一枚、さしこちゃんと一緒刺しますと。ありがとうございます。ちゃんと店主さんにも DM して、ああ、ありがとうございます。準備万端です。ありがとうございます。はるこさんね、よろしくお願いします。ね、これがね、もう、はるこさんがね、もう、こ書いてますけど、ね、サしコちゃんと一緒に刺しますっていう、これもう本当嬉しい。 これありがとうなんですすよ、ねまずありがとうございますなんだけどねのはるこさんはね1枚どころか2枚3枚刺す可能性あるからね <laughs> こ積み木の時そうだったんだからもう僕はええー、と思いましたよすごい刺すなと思ってそしてすごい早く終わるなと思って <laughs> ねえ もう僕が何ブロック目指している時だろうかね、もう4、5枚指しているからもびっくりよ、もう。びっくりです。だから、まあもちろん1枚でいいんです。いいんですけど、というか1枚指してもらえるのがありがとうなんですけど、こう1枚でいいですよ、ほんとね。あとはもうご本人がいっぱい指したいければもういっぱい指せばいいし。ねありがとうございます。DM して準備万端ね。これもね、聞いてますよ。ありがとうございます。アルコさんね。 嬉しいです。じゃあ次行きましょうかね。えっ、ー、と、次、薪さんね。リボンの薪さん。リボンの薪さんから。これも3日前ですね。ありがとうございます。えつ、ー、と、サスコちゃん、こんばんみ。<laughs> こんばんみはね、知ってる人しか知らないですよ。これもね。なかなか最近聞かないこんばんみーね。僕はわかりますけどね。<laughs> こんばんみですね。 えと仕事から帰りご飯作って聞いてます。お仕事から帰り。あ、じゃ家でご飯を作り、おうちでご飯作って聞いてます。と、ありがとうございます。えっ、ー、と、で、花束選んだ、花束選んだ刺し子ちゃんと、すごいと思います。い,やいやすごくないです。もう選ぶだけですから。<laughs> 選んだだけですからね。選んだ、選んで、あーって思いましたからね。で私はしご込み。 スルーしてきた花束これだからこの間もマキさん言ってたけどこれ想像力があるんですよねマキさんの方が僕はもう何のまあ、想像してるんですけどこんな風に刺したらいいなとかなかなかね及んでなかったんですよね刺し,刺,し刺したら大変とかね想像が想像力がで、ね、私は尻込みしてスルーしてきた花束正直ええー、って 声出たぐらい。<laughs> 僕は花束を選んだことで、ええー、ってなったんですね。いるでしょうね、中にはね。もう、ついこの間刺したばっかりなのにって人もいるでしょうね。<laughs> そうしたら刺さなくていいですよね。<laughs> でも、もう後戻りはできませんよと、ほら、できないよま。まだできますけどね。刺さなくて他の刺してもいいですよ。僕は刺しますけどね。だって であーだって私サシコちゃんセット買っちゃったん、ね、であれああそうそうそうまきさんねありがとうございますというかもうこれまきさんがね作ったセットですからまきさんの発案というかねご提案でサシコちゃんセットっていうのがねありがとうございます買っちゃったんでやりますよと差し切って見せますよと一緒に頑張りましょうあ頑張りましょう <laughs> 目指せ200日って書いて。200日かこれこうもう。1年の3分の2ぐらいですね、200日ってね、もうね。で、過去めっちゃコスパ、神。あ。<laughs> いや、コスパがいいけど、いいけどって感じですね、もうほんと。僕はね、あの、なこの何日か前の動画、何回かこう、ひょっとしたらひょっとしますよって話をね、 まあそれ以上言いませんけどって言ってましたけどまあ覚えてらっしゃる方は覚えてます覚えてると思うんですけど僕のし言ってる「ひょっとしたらひょっとする」っていうのはマ木さんのように200日じゃなくてもしかすると1年間ずっと <laughs> ずっと花束ではあるんじゃないかっていう意味で言ったんですよあの時ひょっとしたらひょっとしますよって100日とか200日っていう もうそこまでじゃなくてもうひょっとしても1年間ずっと花束で終わっちゃうんじゃないっていう普通にさしたらねあの春子さんのやつ見てって思ったんですよね。でもこの積み木でも積み木でね1 0日何日だ ?108 だっけ ?7 だっけなんだから、ね。 見積もって巻き算を目指す202チとね、泣いてない泣き笑いアイコンがついてね。いや、まあコスパ、<laughs> コスパ紙って書いてるコスパいいんですけどね、確かに。ね、ちょっと先が、ちょっとね、終わりが遠い感じですね。で、店主さんから素敵にラッピングされたサシコちゃんセット、あ,あ,りありがとうございます、届きました、ありがとうございます。 さん名称飛ばしてくれてるんですよね。見てます。あの、返事してないですけど。<laughs> 返事してないっていう堂々と言ってますけど、返事まだしますけど、まだしてないです。もう、お分かりの通り。あの、名称飛んできたから分かってるんですよ。来たの。ありがとうございます。ね。見てますよ。投稿ね。インスタグラムね。えー、っと、とてもアト、あーと、さしこちゃんセット届きましたね。 とっても感激しましたとで。おまけも、おまけレベルじゃないお,おし、お品、お品でしたと。あと、店主サンタさん。ああ、店主サンタさんありがとうございます。あ今日店主はいなかったんですよね。ごめんなさいね。店主に行っておきますね。店主サンタさんですね。らしこちゃんカレンダーも、ああ、サシこちゃんカレンダー、あー、そうね、これね。これ、これ、これちょっともう僕も折り曲げちゃったけど。この辺ちょっと紹介したんですけど、来年ね。 来年これでいきますと調理前言ったけどねこれねえー、っとなんだどこまで読んだ「私こちゃんカレンダーも可愛い,いですね」とあ,ーありがとうございます「さしこダイアリーを」として使わせていただきますとあもう,もうご自由にいろんなスケジュール年間通してねこういろんな予定とかね ザクッザクっと一年間こんなことがあったが一目でわかるような感じで簡易的なカレンダーにしてます。えっ、ー、と、1月から気分を新たにサシコチャンセット始めますよ。だー、ありがとうございます。来年ですね、気持ちはね。もうね、その前に積み木、あ、終わったあれ終わってる積み木差し終わりましたよって、あら終わったね。やっぱ抜かしたね。<laughs> 差し終わりましたよって。3日前だけど、これもう。 そう,かそうですよね。私もですが、チームサシコちゃんの方々、アップ待ちのメンバー、あ、いらっしゃいますよ。あ、これまだアップしてないのか。そっかそっか。僕ですね。僕待ちですね。お楽しみに、と。アップ待ちのメンバー、いらっしゃいますよ。で、お楽しみに。ああ、そうですね。じゃあ、そこにも注目して,していただけるといいですね。だから、だから、マキさん、こう、積み、ハッシュタグで積み木と、

すみません。ちょっと頑張りますね。ありがとうございます。あの、そう、そう言おうと思ったんですね。マキさんからもメンションね、飛ばしてくださってて、あと、あゆみのさんも、あゆみのさんもね、メンション飛ばしてくださってて、あゆみのさんにも返事してないです。<laughs> 堂々と言ってます返事してない。返事してない。しますよ。ね。ちょっと忘れてたら言ってくださいね。します。あとはね、えっとね、 んだっけなえっ、ー、とねゆうの手仕事さんゆうの手仕事さんここの投稿でねゆう,ゆうさんでくれるゆうの手仕事さんもご存じの方もとね上手な方なんでゆうの手仕事さんからもサしコちゃんセットだったかな,なんか注文いただいたって聞きましたね店主からでなんかその店主はあの「新,新のサしコちゃんを目指して」っていうのにちょっとこう笑,笑ってましたね <laughs> だからね、真のサシコちゃんっていうのを店主にこの間説明しておきました。はるこさんの動画でそういう動画があってってね。電車 <laughs> <laughs> 店主は多分見てないでしょうけどね。見てないでしょうけどまあこう僕が今まで指してきたのも指,せ指すことでチームサシコちゃん真のチームサシコちゃんにっていうのがあるみたいよって。<laughs> ありがたいよねって話を <laughs> 嬉しいよねってありがたいよねっていう話をね店主にしましたこの間ねそうなんですよねちんちんじゃないなしんのチームさしこちゃんってなんだろうなってちょっと改めて言うとね改めてなんだろうなってなるけどもそもそもチームさしこちゃんっていうのはね何だろうなっていう感じもあるけどね まあそういう団体があります。形のない。<laughs> 架空の。で、一応、工房が指したのも指すと、真のチーム差し子ちゃなれるそうです。<laughs> ね嬉しい。ですそうやって言ってもらうだけで嬉しいですよ、本当に。ね。ほんと、しい。ありがとうございました。ね、えっと、で、読みましたかね、マキさんはね。読みましたよね。 アップマッチのメンバーね、いらっしゃいますよーってね。ありがとうございます。えっ、ー、と、じゃあ次行きましょう。次がスポンサー。スポンサーありがとうございます。この3日前。えー、ごめんなさい。遅くなりました。スポンサーありがとうございます。さすこちゃんおはようございます。おはようございます。ね、寒かったですね。昨日もね、今日も。えっ、ー、と、来年のカレンダー。あーこれね、カレンダーさっきのやつね。素敵なイラストですね。ああ、ありがとうございます。もしかして、さすこちゃんが 書いてるんですかあそうですすかああそうよ僕があのそんな大した絵じゃないんです大した絵というかもうちょっとこう落書きな感じで手書きの感じで書いてます手書きの感じでというか手書きなんですけどね僕が書いてますえっ、ー、と以前店主さんが「さし」「かっこさし子ちゃんの特技イラストかなあ」って言ってましたよねってああ特技ってほどではないんですけどまあ仕事柄、えー、描いたりすることも あんな感じの絵を仕事ではしてないんですけど、まあ、ちょっと差し絵的なのも。どっちかっていうと、こうカレンダーの時とか書きますよね。えっ、ー、と、サシコちゃんの特技をイラストかなって話してましたよね。と、そうそう話してましたね。ところで、サシコちゃんはもう来年の目標って考えてますかああ、来年の目標ね。まだ考えてはないんですけど、一応毎年考えます。ね。 でちなみにで、ね、言うと今年はやっぱその日向天がまあ去年もそうだったんですけど日向天がねできるようにちょっとこうできるようにっていうような目標があったりあとはまあ子どもたちとの時間を大切にするとかあとは体を体トレーニングをするとか,なんかそういういくつかね あんまりお多く、ちょっとこう欲張りすぎないように作ってます。結構ね、毎年継続みたいなのも多いですけどね、考えてます。えー、っとね、私は編みかけや差し掛けを増やさないことかな。あーそういうことね。あの、途中のものをなくしていって、すっきりさせるってこと来年の目標シポンさんのね。 一つ一つをきちんと完成させられる人になりたいです。ああ、いい、素晴らしい。で、ね、ほんと、そう、いい、いいと思います。それも、決定ですかこれも、シポンさんの来年の目標ね。いいじゃないですか、その、シポンさんがど、どのぐらい、その、差し掛けとかがあるかが、ちょっと僕、<laughs> 分かんってないんですけど。で、やっぱこれ、目標にするってことは、やっぱあるんでしょうね。少なからず、ちょっとはね。 僕みたいなこう刺しね差し終わるまで次にっていう行かないパターンならいいけどやっぱりこうあれも差したいこれも差したいっていう気持ちにね他の方でもやっぱりね差し掛けの差し子がっていう話もしましたけどありますからねいい目標だなと思いましたそういえば僕はもう差し子に関する目標何にもつけてないですあの立ててないです今年も <laughs> 来年も別に作る 予,予定はないないさしこちゃんが続けれる続けれますようにっていうのはあるかな目標はねえところでああところでなりましたね花束はやっぱり難しいんですねうん <laughs> うんって言ったけどうん難しいと思いますうん私もさしこちゃんと一緒に頑張りますああありと頑張りましょう頑張,っ頑張りましょうね しかし、まだ布すら買ってないので、させるのはまだまだ先になりそうです。ああ、いいですよ。もうほんとこれはね、先、先、まだまだ、あの、大丈夫。<laughs> まだまだって始まってもないしね。大丈夫ですよ。僕がね、僕が半分ぐらいできたかなぐらい。まあ、それでも早いぐらいだと思いますね。あとも、後半、後半ね、 三、残りわずかでも間に合う。間に合わないか。鼻歌は結構きつそうだもんね。まあ、半分ぐらいかな。僕が半分ぐらい終わったらもう、そのぐらいでもいいんじゃないですか。間に合う、間に合うというか、こう、いいぐらいになると思いますよ。あの、スピードは。僕は遅いから多分遅いし、今回多分すごくかかりそうなので。 全然先になりそうですって汗,汗マークがついてますけど全然大丈夫大丈夫というか一緒にさせていただければほんとそれが嬉しいですありがとうございますも,うもちろん刺さなくてもねいいですよ <laughs> 毎回毎回言うんですけども一緒に刺さなくてもいいしこれ聞きながら刺し子を楽しんでいただければもうそれで十分というかで、ね、島本さんもコメントもねくださるし ありがとうございますもう、うん、と今年もお世話になりました <laughs> もう年末年始の挨拶 <laughs> みたいになるけどもう本当、うん、皆さん今年もお世話になりましたですまだまだしますけどねまだ指し子はねまだあの差し納めじゃないですけどねちょっとこう流れで言っちゃ,っちゃいましたけどね。ありがとうございます ね。さっきになりそうで、さんも全然大丈夫です。もうさせてもらえるだけで嬉しいです。えっ、ー、と、じゃあ次ですね。次行きましょう。次はしゃもさん。しシもさんありがとうございます。えっ、ー、と、さちこちゃんこんばんは。こんばんは。山で終わりました。うわあ、終わった。<laughs> 終わったね。おめでとうございます。やったらですね。やっぱ終わりましたね。僕が積み木割るまでに終わるって言ってたじゃなかったっけな。ね。 今は、積み木、二枚目、を二枚目刺しながら花束待ちです、すおーすごい。二枚目刺しながら花束待ちで、花束待ちで刺す柄じゃないと僕は思うんだけどな、積み木って大変じゃない大変じゃない。<laughs> 僕は大変だった、大変なんだけども。ねえ、すごい。花束待ちながら積み木寄っても完全に、 もう真の <laughs>、真のチームサシコちゃんじゃないですか。これはもう。ねえ。で、次書いてるのが、私の、あ、ほら、さっきのスポンサーのつながりじゃないけど、私の来年のテーマはチャレンジにしました。おおいいですね。チャレンジこれ。いろんな意味がありますね、チャレンジは。いろんなことに、えのチャレンジ。サシコちゃんと一緒に、花束たにチャレンジします。ありがとうございます。もう、ほんとそうやって。 言ってくださるのが嬉しい。チャレンジしましょう。ね。した、したことないのかなない、なかったんでしたっけちょっともうね、誰が誰だかもう <laughs>、正直分かってないときもあります。ね。でもチャレンジ、いいですよね。チャレンジっていいですよね。挑戦ですね。今までしたことがあるのでもいいし、やったことないことへのチャレンジでもいいし。 でもこの日々,チャレン日々チャレンジというかね、チャレンジあって、また新しい世界がというか、新しい何かが見つかるとかね。大切ですね。やっぱ目標だったり、チャレンジだったりね。行きましょう。じゃあチャレンジで。こなん中、あれですねこうな。テーマ、テーマだから、目標とまたちょっと違うのかな。テーマだから、ちょっとスローガンっぽい感じなのかな。 さっきあの僕が言ってたのは目標で何々をするとかっていうね感じで僕は毎年決めてるんですけどテーマそうねテーマっていうのはあんま考え考えたことなかったからなんかもうんあ,れあったなそういえば忘れたな今年はテーマはなかったけど目標は毎年ね決めてるんですけどね シャモンさんの場合はテーマででチャレンジとということですねじゃあそれでいきましょうちなみに今年何かあったのかなテーマがねそういうのも聞いてみたいですね今年のテーマはこれで来年をチャレンジにしましたとかねやっぱ皆さん正月、ね、年末年始にかけて一年がやっぱ始まる時になんか掲げるんですよね目標というかねいい年にしたい だからこんなことを頑張りたいみたいなね。いいこと、いいことですね。やっぱね、前向きな感じがしてね。よいしょ。だから、あの、僕、目標をね、決めてるっていうけど、子供たちとか、店主とかもね、こう、紙に書くんですよ。紙に書いてね、部屋に貼ってるんですよ。こう、目につくとこにね。やっぱ、思い出すようにね、してますよ。 えっと、じゃあ、シャさんありがとうございました。じゃあ次ですねで。次からが、昨日の、その、半端になった動画。前編、後編と分かれた動画にいただきましたね。サキーさん。これは前編かな。ね、前編。サキーさんからいただきました。サキーさんありがとうございます。ほら、こんばんは、こんばんは。ね、今日の動画は中、中東、途中で、店員さんが電話来るぞ。 手を持って見ていたら、ほら来たって、おこれどういうことっていうことやろうね。インスタグラムを見たってことかなあの、昨日の宮崎店の方のインスタグラムで書いてたんですよね。店主がトラブルがあったけど、オープンしてますみたいな。僕もそれを一応、お昼過ぎぐらいかな見て、で、後編を撮ったんですよ。 後編の時、後編でちょっとそういう話してると思うんですけど。で、さ々さんそれを見たから動画で、もしかしてと思ったのかななんかちょっとこう、勘が働いたのかなね、すごい。ね、そうなんですよ。<laughs> そうなんですよというかもう、昨日の動画そのままなんですけど、ね、もうえ、差し越してたらね、電話来て、まあまあ、 もう,あんまりね、もうあんまりもう、ま、たちょっと時間を置いてから喋ります,ですね。天 <laughs> 守の。まあ、今日天守がいるかもしれないっていう話もしてたけど結局いなかったからね話してもいいんですけどねまあ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 やめとこうかなと思ってや <laughs> っぱりね何でもかんでもね話すのもねどうかなっていう気もするし。 優しさで、練習の優しさで、ちょっとこう、もうちょっとこう、時間を置いてから、あの時はね、って喋れればいいかなって思います。まあ、でもなかなか振り返ることってできないけど、まあ、どっかでね、そういう話がね、ああ、あの時そうだったんだねってつながればねこう、よく聞いてくださる方がね、ああ、あの時のあれはこれだったんだ、みたいな、それでもいいかなって思ってね。 店主が言うかもしれないしね、自分自身でね、<laughs> 一緒に差し越してる時にね、ありがとうございます、さきさん。でもすごい、ほら来たっていうのがすごいね、予感がしたんでしょうね。インスタグラム見て何も見ずにほら来たはちょっとすごいね、ちょっともうすごいっていうかもう余地がある予知能力的な感じになっちゃうけど。 もうそうなんですよ。<laughs> そうなんですよ。ね、ありがとうございます。月さんからですね。えー、っと、で、最後ですね。最後、佐藤さん。佐藤様、ありがとうございます。ほら、お疲れ様でした。って。おしまい。で、ね、これは、昨日の後編のやつで、ね、これも後編のやつで、お疲れ様でした。って。ね、ありがとうございます。もう、お疲れ、まあ、お疲れというかね、よかったです。もう、昨日、無事、ね、お店が。 お疲れ様でした。もうこの今日のたくさんコメント読ませていただいてもう最後だからもうそれもたくさんコメント読んでお疲れ様でしたあの意味もかかってきますねもう <laughs> ここでこのタイミングでね。でほらもうこれもうすぐほら差し終わりだからもうここが終わり終わりですよ。これでのお疲れ様でした <laughs> っていうのもかかってきますね。 いいですね佐藤さん最後最後のいいとこ取りをしましたねお疲れさまでね一言でかっさらった感じが <laughs> かっさらった感じがしますねもうお疲れさまでしたもうお疲れさまでした終わりますもう <laughs> 今日何日だっけ107だっけ8だっけ 8ね。今日8。3つから指してる、ね。まだ終わってないんだけども、うちょっと振り返るけど。4月のね、4日。4月4日1、1日、1日とか1日目始まってんですよ。こう積みっって書いてるけど。108ですよ、もう。すごいね。煩悩の数で、ね、108回。<laughs> 煩悩、煩悩でしたっけあの、茶屋の鐘ですよね。煩悩の数108回。切りがいいんで。 背広がりだね。背広がりって言うの、こういうの。は <laughs> 八回でもうおしまい。ね。いやー、だから、佐藤さんのお疲れ様が本当に、最後の最後で身に染みますね。うーんと、もう、春色差しっこだったんですけどね。もう、寒いです。もう、今日、今日もだし、昨日もだし。ね、ちょっと全国的には雪の被害が、 起きてるからね。大丈夫ですか？っていう感じでもあるんですけど。おしまいですと。いや、<laughs> 本当に終わったっていう感じになってきた。終わったなーって感じになってきました。あ、ちょっとなんか間をね。ちょっと今日長くなっちゃいましたけど、コメントもね。ありがとうございます。皆さんのコメントを無事に。 紹介することもできたし。で、積み木もね。ちょっと店主がね、いなかっい,いればね、いればね、よかったなって思うけどね、もうちょっと今日、しょうがないね。こないだ店主がね、え、もう終わったのっていきなり <laughs> 言うから、いやいや終わってないけどって思って。びっくりしたね。店主はやっぱ、いかに見てないかが分かりますよね。急にね、え、終わったのもうって言われるから。 ってないよって言いましたあ終わったでっててですほらテテでっててでもうねえー、っとよし終わったありがとうねもういきろでちょっと待って大丈夫ちょっと切ると一応めってあとで切るかあとで切るかねちょっとでってれですよえー、っと <laughs> 疲れて。あ,あ、どうですかてってれーです。ねまたねえ。どうきい,いでしょう。<laughs> どうまあ、洗ったりはしてないですけどね。まだ、とりあえず本当に差し終わり。こうかここ。こっちが正しい、正しい向きというか、こうですね。ちょっと待ってね。よし。ちょっとこれも。ね、コメントもちょうど終わって、佐藤さんにもお疲れ様って言われて、このね そこ裏、ここは、どう、ちょっと切ってないと困るけど、どう。切るか。どうですか。綺麗ね。<laughs> 綺麗ね。ちょっこ、切る。切っとく。除菌。ね、やっぱ綺麗に見せたいでしょう。ね。はい、除菌。 いやたえ、でれーだほらねもう一回見とくねいいでしょうまあちょっとねやっぱあるんですけどねな変なちょっとあーっていうところはねまあそこはまああんまり <laughs> ね見せない25これだから若草とえっ、ー、と何でしたっけ勾配勾配ですね積み木 はい、じゃあもう一回最後に裏を見ましょうかねもう一回ねはいどんあれあれあれあらしいあれ違うくないさっきの裏とねえあれあれここも手ですよねあれ ハハハハまた新しい下手くそ下手くそで、ね、演技が下手くそこれ裏ねこれこうでしたよねこうだからねあれ裏 <laughs> 下手くそだなもうちょっとうまくやれなかったかなねはいもうここで、まあ、別の命題があったんですよねこれも知ってる人は知っている <laughs> 知らない人は知らない。そうなんですよ。これ見てください。違うでしょねえ。なんか違うよね。実は、実は、実はだったんですよ。ほら、これ、見て。これ2枚。2枚挿してたんですよ、僕。<laughs> 知ってた知ってたね。知ってる人はね。これね、これが本当ちょっと話が長いけどこれが今日、今差し終わったやつ。裏。 でね、<laughs> えって思った人思ったかな思わないかなこれねもう一個指してたんですよ紙とペンシルっていう知ってる人は知っているサイトでもう今日はもう最後はこれをね種明かししようって思ってここをほらあれでしょこのなんか気になってた人気になってたでしょこれ気になってないこの92とかずーっとこれサし子ちゃんで、ね、今日108だねって言って 昨日107だねって言ってこれ気になってたでしょ皆さん知ってる人はこれをね、まあ、紙とペンシルっていうのをやってましてそれでねいつからかないつ通常積み木は4月からやってたんですけど紙とペンシルっていうのをずっとやってるんだけどどこからか刺し子をね始めたんです。 で本当は追いつきたかったんだけど追いつけなかったあのー、ちょっと違う刺し方でね刺してこう裏面とかどんな感じになるかなっていうのをでこうまだこの辺全然まだ刺し終わってないんですけど周りとかねでももうほら終わっちゃったから指しこちゃんの本,本編がこれをこっちが終わっちゃったからもう今日見せないといつ見せるって話で で、追いつかなかったんだけど、ちょっと今、でももうだいぶ後半に来てるんですよね。だから、紙とペンシルも、今日、本当に今日、知ってた方。あ、知ってた方とし、本当に今日知った方ね。知った方は、そっちを見てくださると、嬉しいです。おしまい。<laughs> ね。だから、こっちがまだ差し終わってないからね、紙とペンシルでこっちずっと差していきます。これこそ、今年中に終わりたい。 と思ってるけどわかんないで全然裏の感じが違うでしょこっちとねこっちとこっちでねもうち,ょちなみにこっちはもうねまっすぐずっとまっすぐさしてるんですよまっすぐだけど1個と2列さして1個飛ばしで2列さして1個飛ばしで2列さして,1個,し刺して 1, 1個っていうかまあこの2列飛ばしでっていう。 それを縦横でだこっちも一緒2列刺して1個飛ばして2列刺して1個飛ばしてってそしたら裏の模様がどんな風に変わるかなというのが見たくてまあちょっと衝動的にまあそれをだから秘密秘密の刺し子ちゃんみたいな秘密でね刺してみようかなっていうのでやってますなので こっ,ちもこっちの紙とペンシルも見てください。<laughs> ね、でこっちはおしまいと、ね。今日はもうこれが差し終わりと、まあ、コメントの紹介と差し終わりと秘密の差し子ちゃんをね紹介したかったっていう。いやあ終わった終わったしゃべった。終わった <laughs> し喋ったけどもうこの後もうこれ積み木終わりですけどこっちの秘密の差し子ちゃんこの後撮取りますか もしよければあのー、概要欄の一番下にねつけてますリンクはねさしこちゃんの方の今日の動画でもそうですけど概要欄の一番下に紙とペンシルっていうのをつけてますのでできれば見てくださいはい以上こちら以上ねこれまたまた挿しますはいじゃあ今日で積み木がおしまいとなりました で、今日終わりたかったっていうのが、もう一つあって理由が、えー、っとね、昨日今日で終わりたかったんですよね。明日、明後日、し後日そのまま週末入っちゃうかな。21から22、23がね、できなさそうなんですよね。だから週末入るから、24、25もできなさそうなんですよね。だから、 26でしょう次月曜日が26でしょ2627は28ぐらいまでできそうな気がするんですけどだからそこの今年の最後をね残り何日かしかさせないと思うんですけどその時にこの積み木の「ハッシュタグ積み木」と「ハッシュタグチームさし子ちゃん」みたいなのをこのパソコンで見ながらダラダラしゃべる会にし,して来年から えっと花束をさせればいいなってちょっと思ってます。お話しのさんもね書いてましたけどね来年からかなってで来年からいこうかなと思います。で来年はまあ花束刺すんだけどまあその前に僕こういう刺し方でってちょっとまだ完全に決めきれてないんですけど。 ちょっと刺すの大変そうなんでこうまあ、ちょっとシミュレーションしながらこういう感じで刺そうかなっていうのをちょっとそれまでに決めてそれの話とかも年明けいきなり刺すんじゃなくてね僕はこういう風な刺し方でいこうかなと思いますみたいな話もできたらなと思いますはいこれはもうおしまいですねありがとうございましたもう皆さんも一緒に刺してくださった方も あのー、マキさんとかもアップ待ちの方アップする際は是非メンション飛ばしてくれると僕見れますもちろんハッシュタグとかでもいいと思うのでよろしくお願いしますはいじゃあ完結になりましたちょっと今日本当長くなりました以上となりますご視聴ありがとうございましたさしてくださった皆さん本当にありがとうございました次回の花束もよろしくお願いします